野菜なんて店に並んでる普通のしか見たことねえけど、霧城先輩みたいな人らが食うようなお高級なブランド野菜とかあんだろ。俺らもそういうの作れば人儲けできちゃったり。お、乗り気じゃん。夢はでかい方がいいよな。お前器用そうだし、ここは協力して屋上で一花咲かせようぜ。まああれこれ考える前にとりあえず手へ動かしますか。これ結構腰にくんな。手は泥まみれだしよ。まあでも純平印のブランドのためならまだまだ頑張れる気がするぜ。一人じゃ勝手が分かんねえし、また誘うから付き合えよ。
に。そうだけど、まあ、よおお、ようやくはっきり見えてきた。すげえ。やくしまー。もうはしゃぎすぎだっての。いいじゃないか、トレーニングもはかどりそうだ。珍しい木とか生き物がたくさん見られそう。リアルに世界の豪邸訪問だな。お帰りなさいませ、お嬢様。今日から短い間だが、よろしく頼む。メイドさん？そちらは語学友の皆様ですね。ようこそいらっしゃいました。どうぞこちらへ。語学友って、メイドって実在してんだな。やっぱり先輩すごい人なんだ。改めて実感。お久しぶりです。話は聞いている。何もないところだが、ゆっくりしていきなさい。あ、ハイス。この人ってもしかして先輩のお父さん？すっげえ迫力。てかこの暑いのにスーツ？それは別にいいだろ。短い休暇だが、まあ存分にくつろいでくれ。よし、楽しませてもらうっすよ。となりゃすぐそこだし、まずは海だな。やっべ、テンション上がってきた。早速ビーチに突撃。もう海？
てか行くのはいいけど、そんなすぐ支度なんて無理だよ。なら俺たち先行ってるぜ。つか一秒も無駄にできねえからな。この B さんに足の指の付け根が食い込む感じ、ようやく夏実感だぜ。沖に目印になるようなものはないな。泳ごうかと思ってたが。ちょ、なすかその水着。何が。海辺なんてえぐ。泳ぎやすいだろ。ああ、出ました。遊びに海来たのに黙々と泳ぐタイプ。悪いか。お前こそ何して過ごす気だ。そりゃ夏で海と言ったらお楽しみは決まりっしょ。わあ、やっぱ綺麗。ほら来た来た。おな、何。おお、ゆかり選手、想像より結構強気のデザインですな。やっぱ部活で絞れてるって自信が大胆さにつながってるんでしょうか。ビあ、パラソル空いてるとこ勝手に使っていいのかな。おっと、続いては風花選手ですな。つが、ふうか、お前めっちゃ気痩せするタイプ。ええ、うんだよ、そんな恥ずかしがんなくてもいいじゃんよ。ムフフって変態かっつうの。そんで鳥を務めますのは。ん、どうした。先輩、綺麗。ほんとすごい、白くて綺麗。日焼け止めも塗りました。いや、ダメですよ、早くちゃんと塗らないと。あ、私が塗りましょうか。いや、それは自分で。おい、お前ってどのタイプが一押しよ。そうなんだ、実際。いいな、こういうの。ほんと来てよかったよな。よっしゃ、そいじゃそろそろ水に浸かるとしますか。行くぜ。待て、1位は譲らん。
いところだろう。昔はよく来ていたものだが、高校生にもなるとさすがにね。みんな楽しくやっているようだな。影時間の景色は体に毒だ。お前もここの景色を眺めて体を休めておけ。休むならそこのパラソルの下がいいだろう。もうなんでこんなとこまで来て順平の相手しなきゃなんないの？助けてください！順平くんが、ほーれほーれほーれ、海っつったら水のかけっこは基本章。ほれほれ、気持ちいいだろう？あんたね、ちょ、やりすぎなのよ。いい加減にしろっかな。霧城先輩ありがとう。これでもういつ命を落としても悔いはないぜ。お食事もびっくりするくらい豪華だったね。私、あんなにフォークとかナイフを使い分けたの初めて。もう食えねえ。キャビア一粒すら入らねえ。あんたはがっつきすぎ。みっともない。今日は移動もあって疲れただろう。あとは各自部屋でくつろいでくれ。先輩は来ないんですか？ああ、私もすぐに行く。ご無沙汰していました。うん、お元気そうで何よりです。彼らは寮にいる者たちか？すみません、ご休暇を大人数で騒がせてしまって。
彼らに明かしたそうだな。なぜ今まで隠していた？別に隠したわけでは。言ってあるはずだ。もともとお前が負うべき罪ではない。ですが、調和する二つは完全なる一つに勝る。南条と別れた折より我ら霧城に伝わる言葉だ。ミツル、人を信じてみろ。どれだけ己を殺しても所詮は個の力。この世には一人ではなせないことがある。はい。宗家のデータベースに入り込んだのはお前だな。それもしかりだ。旅行などにかこつけず、なぜ初めから直に私に問わない？申し訳ありません。彼らを全員ここに集めろ。もとより隠す意図などない。すべてを伝えるため準備をしてある。すべてを。連れてきた中に竹葉という少女がいるだろう。彼女が力に目覚めるとはもはや運命なのだ。お父様。ミツルから大体は聞いているな。あ、はい。さよう。すべては大人の我々の罪だ。私の命一つで贖えるのならとうにそうしていたところだが、今や君らを頼るほかはない。父光悦が怪物の力を利用してまで作り出そうとしたもの、それは時を操る神器だ。時を操る。言葉の通りさ。時の流れを操作し、障害も例外も全て起こる前に覗ける、未来を意のままにする道具と言ってもいい。すげえ。野望のサイズがでかい。だが研究は父の指示によっておかしな方向へ進んでいった。晩年の父は何かとても深い虚無感を胸の奥に持っていたようだ。今にして思えば父の乱心はそれを打ち破るために始まったのかもしれん。君らが全てを知りたいと望むのは当然のことだ。私にも伝える義務がある。これは？現場にいた科学者によって残された事故の様子を伝える唯一の映像だ。映像？この記録が心ある人の目に触れることを願います。この声。ご当主は忌まわしい思想に見入られ変わってしまった。この実験は行われるべきじゃなかった。もう未曾有の被害が残るのは避けられないだろう。でもこうしなければ世界の全てが破滅したかもしれない。世界の破滅。この記録を見ている者よ、誰でもいい、よく聞いてほしい。集めたシャドウは大半が爆発とともに近隣へ飛び散った。悪夢を終わらせるにはそれらを全て消し去るしかない。全て僕の責任だ。全てを知っていたのに成功に目がくらみ、結局はご当主に従う道を選んでしまった。全て僕の責任だ。これは。彼は竹葉栄一郎、当時の主任研究員だ。実に有能な人物だった。その彼を見出して利用し、こんな事件にまで追いやってしまったのは我々グループだ。栄一郎は
霧状に取り殺されたも同然だ。まさか。つまり私のお父さんがやったってこと。影時間もタルタロスもたくさんの人が犠牲になったのもみんなお父さんのせいってこと。おい。じゃあいろいろ隠してたのって本当はこれが理由。私に気を使って隠してたってこと。そういうことなの。だけばそれは違う。私はかわいそうとかやめてよ。だけばあの誰か言った方が。彼女を追ってくれ。すまない。ずっと信じてたのに。こんなのきついよ。覚えてる？前に病院で言ったこと。私のお父さん子供の頃に死んだって。さっきの話で分かったでしょ。あの事故が原因なんだ。普通の人は真相なんて知らないから。当時は根も葉もない噂が立ってさ。お父さん主任だったから世間から目の敵にされてね。いろんな場所を転々と引っ越したの。まあね。でも私ずっと信じてた。お父さんは悪くないはずだって。小さい頃から大好きだったし、絶対悪いことするような人じゃないって。実は春頃ね、手紙が届いたの。10年前のお父さんから家族へって。 笑っちゃった。ほとんど私のことしか書いてないんだもん。だから信じようって思ってたのに。だから自分に力があるって分かった時は偶然じゃないって思った。怖かったけど霧城グループのそばにいればお父さんのこと何か分かるかもって。だからペルソナ使いになって戦いも続けてきた。でもさ、なんていうかそんなの無駄だったんだよね。ちょっと無理かな。現実ってきついよね。怖いの我慢して戦ってるのにどうにもなんないよね、これじゃ。それに私もしかしたら嫉妬してたのかも。あんなことがあったのになんで霧城先輩にはまだお父さんがちゃんといるのかって。みっともないね私。すごいよね君。いつもそうだよね。一人だけ冷静で余裕あって、そうやって私のこと慰めて支えてくれるってわけ。分かったような顔しないでよ。あなた私のこと何も。ごめん、私余裕なくてわけわかんない。なんか怖くてもう全然わかんない。教えてよ私これからどうしたらいいのかな。すごいよね君。
ごめんね、私のことばっかり。あなたも両親亡くしてるのにね。辛いのには慣れてるから私は大丈夫。でもあなたと話せてよかった。連れてこいって先輩に言われたんでしょ。かっこいいじゃん。でもありがとう。遅いよお前ら。みんな心配してるぜ。もうすぐ影時間だし戻ってこいってさ。ん？あ、そっか。あ？あれ？なんかお前ら。そっか、影時間って場所関係ないんだよね。ったく、当たり前だろ。俺っち全然気づいてたぜ。私さ、最近思ったんだ。ペルソナ使いは力に目覚めると影時間の体験を忘れなくなる。それって力と引き換えに目を背けられなくなるってことなのかも。忘れたい現実からさ。やるしかないんだよね。だな。よっしゃ、じゃあ戻るか。森林浴なんて岩戸台じゃ絶対できないですよね。そうだ、昨日の純平くん、なんだかやらしい話ばっかりで困っちゃいましたよね。私たちだけで来てよかったかも。まあね。はい、私です。待ってください、スピーカーフォンに切り替えます。どうぞ。今島の研究所にいるんだが、廃棄されて動かないはずだった機械が勝手に出て行ってしまったんだ。機械？どういったものなんですか？シャドウ以外だと勝手が違うので。戦闘車両の一種でね、実は対シャドウ兵器なんだよ。対シャドウ兵器って要するに戦車ってこと？ちょ、みんなに連絡してけ。携帯。実は今男子3名と別行動中でして、全員の招集には時間がかかりそうです。とにかくできるだけ早く当たってくれ。私もすぐに戻る。もし目標が捕獲不能と判断される場合、破壊してもよろしいですか？破壊はね、多分無理だね。無理って、そんなの本当に止められるんですか？とにかくやってもらうしかない。また後で連絡するよ。ダメです、みんな繋がりません。まあいい、まずは我々の装備を取りに戻ろう。そうすれば山岸のペルソナでも探せる。もっとも島全体となると簡単じゃない。もう肝心な時にどこ行っちゃってんのよ。
女たち、まだ起きてないのかな。もうお寝坊さんなんだから、海は待っててくれないってのにね。な、日が陰ると水温が下がり、体力を余計に消耗するからな。え、ああ、そっすね。そこなんだ。ところでジュンペ、そういえば気がけに屋敷の使用人から何か渡されてなかったか。いや、見られちゃってました。実はメイドさんからお手紙もらっちゃったんすよ。これラブレターだったらどうしましょうね。ジュンペ困っちゃうなんて。バカだろ。何何、3人で縄文杉を見てきます。これは山岸の字だな。あー、もう夏に南の島へ来てなんで海に来ねえんだ。いいのかそれ、人として。お前が原因だろ。昨日のは重たい空気をなんとかしようって俺なりに気使ったんすから。俺に言うな。まあでもそれはいいんす。大事なのは野郎だけでどうすんのっていう事実っす。ここはもう現地でロマンス、新しい出会いしかないっしょ。ズバリ名付けて、屋久島渚のアバンチュール大作戦。アバンチュール、ナンパでもするのか。ねえねえ、どうすか。つか真田さんいれば絶対行けますって。何を言い出すかと思えば。お前の意見も聞いておこうか。ならいつもの通りこいつに現場指揮をさせる。え、なんすかそれ。作戦だと言ったろ、自分で。うわ、超へりくつだそれ。おい、ちゃんと真面目にやれよ。作戦だからな。での声のかけ方をリーダー殿に教えてやっからさ。まずは相手と共通の話題を探し出すのが有効なんだよね。だから最初は誰でも答えやすい無難な質問から入る。これ鉄則。どこから来たのとか、海楽しんでるとかな。そういう他愛ない質問で始めて、あとは会話のキャッチボールが重要なわけ。まず俺が声かけて気を引くからさ、お前が質問の切り出し役な。よし、じゃあ行くぜ。ねえねえ、お姉さんたち。え、どこだっていいじゃん。あれ、ああ、そんなこと言わないで教えてよ。なんで君に教えなきゃいけないの。なんでって。あ、そんな冷たいこと言わないでよ。おい、俺のどこが会話のキャッチボールなんだ。いや、これからっすよ、これから。あの、お姉さんたち大学生ですか、それとも OL さん。あのさ、君たちまだ若いよね。高校生とか。嘘でしょ、どう見ても高校生とかでしょ。すいません、嘘つきました。別にいいけどさ。高校生が屋久島観光か、なんかムカつくよね。
かつくと言われてもな。たまたま友人の別荘がここにあって招かれてるだけだからな。へえ、屋久島に別荘、すごいじゃんその友達。うちらは稼いだ自分のお金で遊んでるんだけどね。あ、そりゃ偉いっすね。別に偉かないけどさ。で、君たち何の用かな。え案外正直だね。ちょっと安心してないで、いい加減構うのやめようよ。いやいや、構ってくださいよ。お姉さんたちが綺麗なんで仲良くなりたいなって、それだけなんす。ああ、こいつら調子乗ってんな。じゃあもう行こっか。もうちょっといいじゃないすか。夏の海を楽しみましょうよ。君ね、しつこいよ。じゃ、まったね。見事な会話のキャッチボールだったな。かなり頑張ったじゃないすか。そんなこと言うなら真田さんが手本を見せてくださいよ。なんで俺がそんなことしなくちゃならない。だってこれ作戦なんでしょ。成功に向かって協力すんのが仲間ってもんじゃないんすか。一応筋は通っているか。いいだろう、お前よりはうまくやってやるさ。ところどころで質問を頼むぞ。試合のペースは俺が作ってやる。次なるお姉さまたち見つけたっすよ。何やってるんすか真田さん、早く手本見せてくださいよ。うるさい、黙ってろ。ねえねえ信子、あの子こっち見てない。あ、本当だ。よしえ、よくそっから見えるね。よし、戦いのゴングだ。いや、こんにちは。突然で申し訳ないんですが、ちょっと聞きたいことが。なーに？あの、連れの人とかいないんですか？連れの人？ナンパのつもり？ナンパじゃないけど、ただもし暇なら話をしたいだけというか、思いがけない話題に出会ったりとか、お互いいい刺激になるかもしれない。だからそういうのをナンパって言うんでしょ。今時海辺でナンパなんてキモいよ。いいじゃんいいじゃん、どうせ暇なんだしさ。結構君らかっこいいし。たく信子ったら。ねえねえ、私たちいくつに見える？君らと同じって、さすがにそれ嫌味にしか聞こえないから。
まあまあいいじゃん、気を使ってくれてんでしょ。あのさ、私たち大学卒業して早何年って感じなわけ。そうでしたか。それほど目上の人となると。いやそれほど目上ってなると大人の魅力全開みたいな。なんか若いのに口がうまいな。ほんと君たちはいくつなの？ああ正直に言っちゃうと俺たち高校生っす。自分は来年卒業ですか。うわなんかショック。早く江戸が一周するところだったわ。大体話題とか合わないと思うよ。私たちと話してても面白くないでしょ。またまた君たちにして面白い話なんてないな。会社の上司の愚痴とか聞かせるよ。上司の愚痴ですか。場合によっては興味あります。なんか君嘘つけないタイプだね。無理しなくていいんだけど。ちょっとよしえ、話の腰折らないでよ。興味あるって言うんだからそれでいいじゃんか。信子さん、いい加減誰から構わないそのスタンスやめなよ。ねえいいじゃん、こういうの久しぶりだしさ。つうかこんな子たちいじってないで別荘戻ろうよ。あいつら待ってるよ。あいつらって彼氏？おっとそっか、ごめんね、待ち合わせの時間になっちゃった。私たち別荘地で彼氏たちとバーベキューしてるから、よかったら来てね。じゃあね。つか真田さん、なんか俺たちかっこ悪くないっすか。つかさ、お前もう全然活躍してないじゃん。次は本当頼んだぜ。今までにないパターンだな。周囲に彼氏さんの影なし、今度こそいけるんじゃないすか。じゃあちゃちゃっと話しかけちゃいましょう。すいませんお姉さん。あら何、おっとやべえ、一人ですか。そうよ、もう暇すぎて困っちゃう。ところで見てたわよ、あなたたちさっきからナンパしてたでしょ。でどうだったの。だと思ったわ、あなたたち女心が分かってないのよ。それを言われると、帽子くんは自分のことばっかりって感じ、相手のためにって発想が欠けてるんじゃない。はい。 T シャツくんはクールだけど女の扱いはまだまだ知らないって感じ。まあそうかもしれない。っていうかなんかめんどくさそう、理屈っぽい感じで。髪のちょっと長い君は分かんないな。ミステリアスっていうかアンビバレンツって感じかな。言ってる意味分かる？ああ賢い。やっぱ君が一番好みかも。え？じゃあ待ってよお姉さん、
なんて冗談、私君も気に入っちゃったな。マジっすか。私のためになること一緒に教えてあげようか。はい。それじゃあこっちで日焼け止め塗ってもらおうかしら。え、あ、そんな、いいっすか。もちろんいいわよ。日焼け止め君の分もあるし。うひょー、いやー悪いなー諸君、ここはお先に行かせてもらいますよ。それにほら君たちも一緒にどう。今ならお安くしておくわよ。お安く。今の太陽が本物じゃなくて1980年代に某国が打ち上げた人工太陽なのは当然ご存知よね。あり？この人工太陽の光には邪悪な波動が含まれてて、市販の日焼け止めだけだと体内のオーラが濁るの。そこでこの特別な日焼け止めの出番ってわけ。今なら3本でお値段たったの30万円ぽっきり。おい、彼女の言ってることだいぶ変じゃないか。うわぁ、おバカ、この状況で俺だけ置いてくな。え、行っちゃうの。うまくいかねっすね。ナンパには興味なかったんじゃ。勝負にはこだわりたい。問題点は分かってる。お前の欲望が丸出しだからだ。あっ、汚ねえ、責任逃れだ。事実を言ったまでだ。そういう真田さんこそハズレばっかじゃないですか。なんで女の子の前でもリズメなんすか。意味わかんねっすよ。なんだと。こうなったら現場リーダー、どっちが悪いと思う。俺は勝負にはこだわるんだ。そうだそうだ、そんなんで納得できっか。つかお前ちゃんと考えてこた。え、あ、どうした、何かあるのか。最後にすげえ涙よ。憎いぜ神様。つかマジ可愛い。確かに。やっべえよマジで。俺とりゃ今までの負けなんてチャラでしょ。ここは一つみんなで行かずに一人ずつ慎重に行く作戦でどうすか。よし、採用だ。よし、順番決めるっすよ。勝った人から時計回りで。最初はグー、じゃんけん。やり勝ち。じゃあ俺1番、真田さん2番、お前が最後ね。よし。さっきからずっと海見てるね。一人？俺、
純平ってんだ。もし暇してたら話でもしねえ。一人よか楽しいんじゃねえかな。人を探しています。あなたではありません。な、切られたな。予想以上に早かったな。手ごわいっすよ先輩。よし、あとは俺が勝つだけだな。ああ、君、海が好きなのか。何でしょうか。ああ、いや、海はいいよな。トライアスロンの選手はプールでの練習が中心の選手より海で鍛えてる人の方が強いらしいぞ。やはりそういった情報は私には必要ありません。勝ったな。お前よりも長続きしたぞ。長さの問題じゃねっつの。なんか俺もう泣きそうっす。泣くな。俺まで惨めになるだろうな。というわけだ。お前が何とか拾わないとトラウマになっちまう。俺は負けてない。負けてないからな。あとは任せた。されてんぞ。やばい、俺らも突撃するっす。Что ж, на этом данный эпизод заканчивается. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии под этим и другими видео и, конечно же, прожимать колокольчик, чтобы не пропускать будущие видео и стримы. До новых встреч в следующих видео. Пока-пока.